ただいまの時間午後10時30分を回りました。今週も始まりました小室由里の夜サプリ、ここから30分間お付き合いくださいね。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。それでは今週もよろしくお願いします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。いきなりですが、女性の月経をって、ま、この番組聞いてくださってる方はね、もう耳にタコができている言葉だと思うんで、おってならないと思うんですけれども、先日ですね、小室由里が所属しているビジネス交流会で、私この10月から3月までの半期をエデュケーションコーディネーターという役割を頂戴しておりまして、毎週のミーティングの冒頭4分を頂戴して、ビジネスの人脈作りに役立つお話をお届けするなんていう役割をいただいて、でその中でいろんな人脈作りの話をしてるんですけど、その一つの例えとして、今週は生理月経の話をちょっと盛り込んでみたんですよ。で10月から始めて10月11月、まあだから6回ぐらいエデュケーションをやっているんですけれどもね、今回ほどリアクションがなかったっていうのは、いやー、やっぱりまだまだ、ね、NHK で特集が組まれたとしても、パットマンって言って、これ映画になってるんですけど、ぜひ検索してみてください。パットマン、インドであった実話をもとに、男性が女性の生理用ナプキンを独自で作り始めて、それを貧困に苦しんでいる女性の仕事、ナプキン作りを女性の仕事として雇用することで女性の貧困から救っているなんていう、そんな男性の実話を描いたパットマン、これがですね、テレビの中で、それこそゴールデンですよ、ゴールデンの番組の中ですごい先生みたいな、そんな立ち位置で紹介されてるんですけれども、いやいや、まだまだ広い、だからマジョリティって言うんですかね、ビジネスマジョリティってあえて言葉を作るんだったら、そこの方々にはまだまだ耳遠い話というか、キーワードというか、カチンと、おちょっとなんか、えそれ言う今みたいなそんなリアクションがね、今週ありましてね、小室由里まだまだめげないですよ。女性ならではのこのビジネスの人脈作りのやり方っていうのをぶっこんでいきたいとぶっこんでいきたいと思っておりますので、ビジネス交流会にも新たな風を吹かせていきたいと思います。気になる方はご連絡ください。見学可能ですのでね、見学可能ですのでご連絡いただければと思いますけれども、さて今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様、あなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくださるゲストをお迎えしております。今週は熊本を拠点にして、首都圏を中心に人生を変えるスーツを提供しておられます、フルオーダースーツ専門店クワトロアビト代表渡辺和弘さんにお話を伺いました。黒いスーツかっこいいですよね。この黒いスーツ、実はビジネスにおいては不向きだというお話なんです。どういうこと、気になった方はこのままお待ちくださいね。 DMM オンラインサロンが大人気大好評中、はい、萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリもお届けします。
今週は秋の夜長はまったり過ごそ、おすすめのゲーム編です。執筆のご担当は鎌倉長谷の占い師 DT 岩瀬さんが担当してくださっております。こちらも楽しみにしていてくださいね。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエストお待ちしておりますよ。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、このコーナーはあなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくださるゲストをお迎えしております。本日は熊本を拠点として首都圏を中心になんと人生を変えるスーツを提供されておりますフルオーダースーツ専門店クワトロアピトの代表渡辺和弘さんにお話を伺いました。何やら黒のスーツにご用心ということでした。それでは聞いてください。本日のサプリなお客様、今日は男性のあなたの必聴ですよ。熊本を拠点として首都圏で活動しておられますフルオーダー専門店クワトロアビトの代表でいらっしゃいます渡辺和弘さんに来ていただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。小室さん、よろしくお願いいたします。はい、今私男性って言ったんですけれども、決して男性だけではなかったですよね、はい、そうですね、男性も女性もですね、はい、すみません、私この間作ってもらったばっかりなのに本当すみません。はい、はい、早速なんですけれども、はい、オーダースーツっていう言葉はよく聞くんですけど、フルオーダーって私初めて聞いたんですけど、ここ、はいはい、オーダースーツとフルオーダーってなんか違うんですか？そうですね、明らかに違うんですけども、最近は割と皆さんオーダースーツをされるとそれがフルオーダーと思ってらっしゃる方多いんですけども、基本的にオーダースーツを売ってるオーダースーツ屋さんは決められたデザインの許容範囲の中でサイズを調整したスーツを売る人です。はいで、私のフルオーダースーツを売る人はですね、デザインは無限にあるわけですけども、その中でその人に最適なバランスを見出して、その人の人生といいますか、すべてをスタイリングしていくのが私たちフルオーダースーツ屋です。人生をまるっとまとめてデザインする、すごい話ですね。はい、そんな私なんですけれども、先日ね、渡辺さんにスーツの採寸とか、はい、襟の大きさはこんなんがいいとか、ウエストはもっと絞るとか、いろいろね調整していただいて、はい、やっぱりシチュエーションがね大事なので、はい、うん、どういったシチュエーションで着られるのか、はい、すべてをお伺いしてから作り上げていくのがオーダースーツですね、フルオーダースーツになります。鮮やかな水色のスーツを、しかもワンピースで作っていただいて、はい、はい、すごく似合ってらっしゃいました。ね、ありがとうございます。もうすぐ出来上がってくるのが楽しみなんですけれども、はい、私はビジネスの場で使えるものをと思ったんですけれども、うん、はい、このビジネスの場で使ってはいけない色があるんですよね。はい、そうですね、よく聞かれるんですけども、黒いスーツ、はいはい、これはビジネスシーンでは NG ということ、知らない方も多いんですけども。いや、知らないですよ、はい、なんでダメなんですか？もともとですね、ヨーロッパ世界各国では、黒のスーツは冠婚葬祭でしか着ないんですよね。はい、で黒のスーツをビジネスシーンで着てるってのは日本だけなんですよ、実は。リクルートスーツって言われるスーツがありますよね。はい、バブル時代に、リクルートスーツで推奨されてた色は紺とかですね、ダークグレーだったんですけども。ダークグレー、はい、諸説ありますが、一つはその、人と違う格好をしたいということで、黒いスーツを着出したっていう説もあるんですよね。でそれがだんだんこう主流になっていって、今黒いスーツになったですとか、あまりその
何でしょう、格差が出ないように黒いスーツにまとめてしまいましょうというような話も諸説ありますね。はい、ですが、ビジネスシーンでの黒のスーツの着用は基本的に NG です。黒って、はい、どうぞどうぞ、どうぞ、あ、いいですか。攻撃性がちょっと強い色でもあるのかなって。例えば、うん、ここ危険ですよって黒と黄色の、ね、車線が引かれたりするじゃないですか。そうですね、はい、はい、うん、そういうのもあるのかなって思ったんですけど、うん、あのおしゃれのシーンではですね、黒いスーツでは全く黒い洋服は問題ないんですけども、はい、うん、ことビジネスにおいてはやはりあの TPO に合わないということで、うんうんうん、NG とされてますね。ビジネスにおいて黒というのは非常に使い方が実は難しい色、はい、そうです、はい。先日もですね、まあ、羽田空港で、お見かけした、まあ、若い大学生だと思うんですけども、黒いスーツを着たですね学生が 4,5 人固まってまして、まあ、これから就職の面接だったりするのかなと思ったんですけども、あの私がお勧めしているのは、まあ、黒いスーツを着るんであればもうリクルート就職が決まるまでは黒いスーツを着ていただいて、それ以降はちゃんとビジネスのスーツに着替えましょうっていう提案をさせていただいています。うーん、はい、黒のスーツをそのまま継続して着るのではなくて、就職した後は紺ですとかグレーですとか、そういうちゃんとビジネスに向いたスーツに着替えることが重要です。うんうん、はい、やっぱりビジネスシーンにおいて TPO というのは非常に大事になってくるわけですね。そうですね、はい、うんうんうん、じゃあその黒をあえて使っていいおしゃれの場で、まあ、この番組を聞いてくださっているリスナーの方ってやっぱり男性が多いと思うんですけれども、はいはいはい、おしゃれが苦手な男性っていうのもたくさんいらっしゃるんですよね。はい、フルオーダーの専門店の代表としてもう数限りなく多くの方の採寸をしてデザインを、人生のデザインをしてこられた渡辺和弘さんが、じゃあもしですよ、はい、男性のファーストデートをフルオーダーするならば、はい、まあ、フルオーダーするって言っていいのかな、分かんないけど、うん、はい、どんな風にデザインしていただけますか。そうですね、もしですね黒を着たいということであれば、やはりジャケットスタイルをお勧めします。ジャケット、はい、上下黒でデートに出かけるのではなくて、黒のジャケットに、まあ、グレーのパンツですとか、うん、まあ、あのもうちょっとカジュアルになればジーンズでもいいと思いますけども、できるだけジャケットスタイルの方がファーストデートとしては相手に対する印象も柔らかいんじゃないかと思います。はい、うんうん、これは他の色でも同じなんですけども、うん、紺のスーツを着ていかれたりとかですね、こうグレーのスーツを着ていくとやはり相手の女性の方ちょっと身構えるんじゃないかと思うんですよね。あ、うん、ではなくてちょっと一段あのワンランク崩した感じでジャケットスタイルの方がファーストデートとしては向いているんじゃないかなと私は思います。うんうんうん、先日お会いした方が50代の演出家さんだったんですけど、はいはい、その方がおっしゃってたのが、ジャケットの中に T シャツを着るのがちょっと俺はうんどうかなって、まあ、年齢的なところもあるんですけど、はいはいはい、ジャケットに T シャツっていうのがだらしなく見える場合があるっておっしゃってたんです、はいはい、そこ渡辺さんどう思います。これもね、着こなしあのバランスだと思うんですよね。あのサイズ感がすごく重要で、やはりちょっとゆったりした T シャツの上にジャケット着てしまうとどうしてもだらしなさが目立つと思います。うん、体に合った T シャツを着て体に合ったジャケットを着ると、まあ、清潔感は保てるんじゃないかなと思いますね。うん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 、それもこうデートの時間帯によっても変わってくると思うんですけど、日中のデートだったら T シャツスタイルにジャケットスタイルでもいいと思います。うん、でもディナーに行くとなるとそういう風にはいかないので、うん、はい、やっぱりもしディナーであれば襟付き、襟付きですね、うん、はい、シャツを着ていただいた方がいいと思います。黒いジャケットに合う襟付きのシャツのお色っていうのはおすすめは、うん、まあ、初心者さんだとしたら、そうですね、黒の無地のジャケットであれば中はむしろこう柄物のシャツでもいいんですよね。はい、まあ、一番清潔感があるのは白無地だと思いますけども、うんうん、まあ、例えばちょっとこう花柄でおしゃれ感を出してみるとか、うん、はい、あの柄物のチェックのシャツを着るですとか、うんうん、そういう着回しでもおしゃれ感は出てくるんじゃないかと思います。はい、今日 Zoom でお話を伺っているんですけれども、はい、画面に映っている渡辺さんのお首元におしゃれなスカーフですか、それ巻いてますよね。そうですね、スカーフ巻いてますね今日は、はいはい、ブルーのドット柄ですか、それ。ドット柄です、ね、はい、ドッ
ト柄にジャケットが、これはなチェックですね。チェック、はい、はい、あ、上級者さんですよねやっぱりね。なんかそれを合わせてくるって見ててすごいなっていうか、うん、まあ、男性も女性もこう胸元のおしゃれっていうのはすごく、印象付けるのには大事なことなので、うんうんうん、はい、こういう、こう胸元にこうスカーフをあしらったりとかですね、まあ、ポケットチーフもそうですけども、そういうあのワンポイントのおしゃれはすごく大事かなと思います、うんうんうん、ちょっと派手な柄でもワンポイントだったら意外と取り入れることができそうですよね。できると思います。やはり無地の柄を重ねていくとですね、まあ、無地の柄っておかしいですね、無地を重ねていくとどうしてもこうインパクトには欠けるんですよね、うん、はい、そこにこう一つ柄物とか差し色っていう、まあ、明るい色を入れたりしてあげると、あの、おしゃれな感じに変わってきます。わ、うんうんうん、はい、かりました、ありがとうございます。そんな渡辺さんのスタイリングが体験できるお日にちが近くあるとか。はい、そうですね、今月ですと11月の24、25、それから26の午前中までですけども、東京の新橋の方で、フローダースーツの受注会をやっております。で翌日、その日で26の午後、それから27日は関西の方で受注会をやっておりますので、お近くにいらっしゃる方、ぜひご興味ある方いらっしゃいましたらお出かけいただければと思います。はい、クワトロアビトさん、インターネット検索をするにはどのようにしたらよろしいでしょうか。はい、インスタグラムもしくはフェイスブックで、クワトロアビトと検索いただければ、弊社のページが出てくるかと思いますので、そちらからお問い合わせいただければありがたいです。はい、インスタグラムまたはフェイスブックでカタカナでクワトロアビト、はい、はい、こちらで検索をしていただければと思います。それでは渡辺さん、最後にこの番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんに一言お願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。やはりですね、人生は一度きりですので、多くの方に本当おしゃれを楽しんでいただいて、よりこう人生をこう華やかなものにしていただけるようなお手伝いを私できればなと思っておりますので、おしゃれなことなら私にお任せください。はい、ありがとうございました。熊本を拠点として、はい、首都圏首都圏で活動しておられますフルオーダーの専門店クワトロアビト代表の渡辺和弘さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。渡辺さん、ありがとうございました。渡辺さん、ありがとうございました。黒、かっこいいと思ってたけど、やっぱり、ね、TPO があるんですね。インタビューの中でも、そう、黒はね、威圧感がある色だなと思ってはいたんですけれども、最近私も実はこの黒を結構多用するようになりまして、明るい色ももちろんね、あの華やかでいいんですけれども、その中に時々黒を入れることで普段と違う自分の印象なんていうのもつけたいなと思うときは結構黒を多用しておりますね。あ、そういえばプライベートで着る服は黒が多くなった気がします。かっこいい自分を見せたいのかもしれないですね。ということで、今月24日25日に東京での採寸会、そして26日27日は大阪での採寸会が行われるそうなので、ご興味のある方はインターネット検索お願いいたします。カタカナでクワトロアビト、カタカナでクワトロアビト、 Facebook ページと Instagram のページもご用意されておられるそうです。振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索恋愛スキル協会へ。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。
インターネット検索は福行き地取り。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。踊れ踊れ私の占いサブリ。 DMM オンラインサロンが大人気好評中。大阪の占い癒し所ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週も執筆ご担当は鎌倉ハセの占い師 DT 岩瀬さんにお願いしております。今週も十二星座で占います。秋の夜長をまったり過ごそう、おすすめゲーム編です。それではセクシーに参ります。お羊座、最近いろいろとついてなかったんじゃない？荒っぽくなった指先で恋のルービックキューブ揃えてみてね。お牛座、新しく動き始めているのがお牛座さんね。複数人でやれるツイスターゲームで絡み合ってみる。双子座、童心に帰りたくなってない？川面に石を投げて何回跳ねるかしら。ガニ座、一生の中でも大切な時期に来たカニ座さん、人生ゲームのルーレットで私をゲットできるかしら。獅子座、負けず嫌いな獅子座さん、サバイバルゲームであなたのマシンガン連射してね。乙女座さんは悲しいことがあったのかしら。一人で野球盤でバットを振ってみたらすっきりしそうよ。天秤座、すれ違い続きの天秤座さん、いつもより難易度の高めの恋のゲームクリアしてみない？サソリ座、新たな気づきがありそうなサソリ座さん、そんなあなたは王様ゲームで激しい指示を実行に移してね。いて座、週末は要領よくいかないいて座さん、恋愛ゲームのキャラクターみたいに自分の魅力育ててみたら。ヤギ座、考えすぎちゃうヤギ座さん、人狼ゲームで私があなたを夜に何をしたいか当ててみてよ。水亀座、人前に立つのが怖がりな水亀座さん、シムシティの市長になって自信取り戻して。魚座、もう最近ほんと意地悪なんだから、 FPS ゲームで私をお姫様抱っこしてよね。大阪の占い癒し所ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い DMM ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。そして今週の執筆ご担当は鎌倉ハセの占い師 DT 岩瀬さんでした。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。10月に引き続き12月も
ライブ出演させていただくことになりました。皆様おなじみとなっておりますこちら七つ屋ちがらじ屋のパーソナリティちがらじさんの企画、2021年ちがらじ企画ラストライブ、12月27日、もう年末もう納めに来てください。聞き納め、歌い納め、笑って過ごす、そんな忘年会チックなライブお届けしたいと思います。出演者は昨年もご一緒させていただきましたね、関翔さん、はい、ビーズのバックギタリスト務められている関翔さん、そして、こちらも先日ご一緒させていただきましたね、10月のライブで角刈りデートクラブさん、こちら七つ屋ちがらじ屋のパーソナリティを務めているひろこさんが所属されているバンドさんです。そしてもう一方、皆様ご存知でしょうか、ポカスカジャンの元メンバーでいらっしゃいます中山翔吾さん、中山翔吾さんも今回ご一緒させていただくことになりました。4社4様の彩りあふれるライブになります。必ず楽しませたいと思いますので、ぜひ足を運んでください。会場は茅ヶ崎にありますスタジオワン、12月27日18時会場、19時スタートです。入場料金は4000円、ドリンクフードは別にお支払いをお願いいたします。限定人数となっておりますのでね、噛んだね、限定人数となっておりますので、お早めにお申し込みをお願いいたします。お早めのお申し込みをお願いいたします。現在ですね、すでにもう 60% ぐらいお席埋まってるそうです。お申し込みはちがらじまで、070-3519-0512 070-3519-0512 ちがらじ沢さんまでお願いいたします。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する AK インフィニティ、占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食経の提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで夜なばらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します、 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビックスモールです。かえりさん、すっかり美容系男子になっておられますが、次にチャレンジしたい美容は何でしょうか。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。同床異夢とは、同じ布団で寝ていても同じ夢は見られないことです。愛の情熱は3年ぐらいしか続きません。夫婦は苦楽を共にして愛情を持ち続けるのです。日本の小説家瀬戸内寂聴さんの名言です。愛情が続かないのであれば、それを信頼と安心に変えて愛情とするのが長持ちする秘訣なのですね。そして先日99歳で亡くなられた瀬戸内寂聴さんのご冥福をお祈りしたいと思います。来週もあなたが元気になれるゆるサプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。